こんにちは、うりうりばあちゃんです。本当はこれ成形台って言って縦糸を作る道具なんですけど、こういうの使わないでどっかその辺にずっと長くやって、半幅帯を成形してクローバーの先折りにかけてなんとか折れないかなと今思ってる、考えてるんですね。成形台も作ろうと思ってますけど、だけどその前にちょっともう一回前クローバーの先折りで成形してストールっていうのをやりましたね。それはまあ見てください。でこの成形台があるんで、この成形台の使い方を一回やろうと思います。でこれはね、稲垣引き料店って言って京都の蓋を作るところの成形台なんです。でまあこれが1メートル、ここで綾を取るんですけど、綾を取って1メートル、2メートル、3メートル、4メートル、10メーターぐるーっと回って12メーターって一旦分折れるようになってるんですよ。普通はここまでなんです。このヒートンはついてないんですけど、ここ優れてるなと思うのはこのヒートンがついてるんですね。普通はこういうヒートンをどっかにやっといて、こういう木枠を下に置いてやらなきゃいけないんですけど、これはだから便利は便利でだけど、ちょっとね、横がこの長さが少なくからやりにくいっちゃやりにくいんだけど、あんまり長くなるとこれ邪魔ですもんね。だからよく考えられてると思います。これはこれでない人はこうカモイにね、ヒートン打っといてやってもいいと思うし、この辺に棒やってこういうヒートンつけてもいいかなとも思います。ではこれから成形やりますけど、まず旗、布って縦糸と横糸でできてますよね。縦糸がこう綾になって、こう隣同士が交互に開いて、そこへ横糸を入れて、また次が反対にこう開いたら横入れていってって平織りはできますよね。その縦糸を作るんですけど、縦糸の長さっていうのは割とすぐ決まりますよね。折りたい長さの 15% が折り縮みで、あとは高幡だったら70ぐらいとか無駄分ありますけど、クローバーの先折りでしたら割と少ないんですね。これクローバーのね、結ぶとこ15センチぐらいずつあればいいから、もし1メートルのものを折りたかったら1メートルで 15% で15センチの縮みがあって、あとは両脇で30で1メーター45あればいいわけじゃないですか。幅はまあ決められますよね。30センチ幅にしようと思えばやっぱり10から15ぐらい折り縮みありますから、まあものによって違うけどね、それだけ分ぐらい余計に長さをやればいいわけじゃないですか。そうやって決まりやすいんです。幅は決まるけど、縦糸の密度ですよね。どのぐらいの密度にするかっていうので、クローバーのは長と走行を兼ねてます。走行っていうのはこう縦糸がこう開いたりこういったりして交互になる、こうこう縦糸がこう開いたりこう開いたりするやつなんですけど、これはこうやったりこうやったりすることでこう開いて、それで長も兼ね、長はこの幅と密度、縦糸をどれだけの密度でやるかっていう、普通はこういうのなんですけどね、これも幅とあれで違います。これは竹長です。でこれは寸間どのぐらいかな、あとこういう細いのもあったりとか、私ね、まあ旗織長いんですごく持ってます、このやつを、種類を。1センチに5本とか10本とか、まあ昔は寸間で1センチに60パとか30パとか言ったんですけど、こんな粗いのもあるしね、これだったら1センチに1本とかかな、わかんないけど、そういうのもあるし、でね、これにこんだけし、1本ずつ入れたらこんなすごい粗いのになりますよね。でも太い糸だったらここに入れればいいかもしれないでしょ。そういう風に違うんですよね。でもこれは1センチに3本で決まってますからね、本当ならその密度によって長を変えればいいんだけど、これは1センチに3本の先折りの場合ないから、これしかもう一つあるけど私持ってないから、もう少しもうちょっと密度が積んでるのもあります。これでね、今手持ちの糸で折ろうと思うんですよ。だからもし頭の中にあってそれに合わせて糸買ってもいいんですけど、あるやつでねやろうと思います。この細いループの糸を2本とこの丸ぽっちゃいのをやります。1本だととても1センチに3本だと、だから1センチに3本はもうクローバーを使う時点で決まってますからね、それに合わせて糸の太さを作らなきゃいけないから、何をやろうかと思ってるかって、天使のマフラー作ろうと思ってるんです。
この糸が天使っぽいでしょ。だから天使ちゃんのマフラーっていう台で作ります。1センチに3本でこれに入れてみれば一番いいんですけどね、密度をね、1センチに3本ぐらいでこうやって見て、あ、このぐらいの感じでいいかなと思うんで、これが交互に来るようにしようと思うわけです。この2本をで正規1212でやれば、1センチに3本で私はまあ30成形しようと思います。そしたら15ぐらいの折り縮みがあるから25よりはもうちょっとあるのかな。まあまあとにかくそんな感じで、本当は25センチにしたかったら折り縮みがまあ15から10ぐらいで、3センチとして28センチあればいいわけですよね。まあそんな風に考えていくんだけど、大雑把に考えて30にします。30センチに折る幅をしたければ1センチに3本だから90本本数を作らなきゃいけないわけですね。だからこれ2本だと45回やらなきゃいけないけど、その倍、あのもう倍用意したら22、3回でいいわけじゃないですか。そういう感じで計算します。こんな感じで縦糸がなるわけですよ。でこれにあの横糸を入れていこうと思います。1m50 やるから 1m50 にしようと思います。折り縮みが15じゃなくて 15% だから、15の8、23ぐらいで 1m30 あるから 2m あればいいと思いますね。 2m あの成形すれば、それでこれ紐をできたら 2m分用意するといいんです。成形の長さ分ね。それでここにこうつけとけばいいんですね。そしてあのやります。で今これは 2m分ぐるっと着てやりました。そうした方が狂いがないですから。あの行って帰るやり方もあるんです。こうやらないで、例えばここで 1m にしてこのままこう行って1回っていうやり方もあるんですけど、そうするとここでこう来て、だからここの分が曲がるから結構最初と最後の長さが違いやすいんですね。ですから1回でぐるっと回る方がいいです。できればその方があの狂いが少ないですね、あの最初と最後の。あとそれからなるだけあの緩くしてくださいね。緩く緩く折りますね。あ、折りますじゃない、やります。それがいいです。まあそんなところかな。であとはあのまあそれはまあそんな感じですね。でやりましょう。で布を作って天使ちゃんのマフラー作りましょうね。いかがでしょうか皆さん、天使ちゃんのマフラー始めます。